おはようございます。ごめんなさい、ちょっとまだ眠いです。ま、今日は日本語を練習するために日本語で Vlog をやってみたいと思います。私の日本語はまだ全然良くないので、多分この Vlog でいっぱい間違いをすると思います。だから許してください。最初に病院発音できない。病院、ま、髪を切るために、髪を切るために病院に行って、そして多分パークで昼ご飯を食べて、このあと、アートサプライ、お店に、ちょっと買いたいものがあって、ま、最後に大学の日本語のクラスに行きます。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。何よそれ。行きましょう。バス停まで歩いて行きます。と今すごい広いパークにいます。超綺麗じゃない？今オーストラリアの季節は秋のに、すごい暑い今日。天気予報によると29度、30度ぐらいになりそうです。髪を切りました。今から昼ご飯を食べます。この寿司はかぼちゃ天ぷらとアボカドの巻き寿司です。美味しかった。次はね、寿司サンドを食べたいと思います。いただきます。うまい。勉強します。これは漢字の本です。漢字の本です。この本は漢字の覚え方を教えてくれています。でも今は漢字の勉強したくないから、ちょっと読む練習をしたいと思います。
の目見て、そして、知らない漢字を、調べて辞書で、その漢字の読み方は、紙に書いて、そしてもう一回、reread する。その後は、questions 問題があるから答えます。ちょっと読んでみます。私は家の近くを毎日散歩していますが、今日はいつもと違う道を歩いてみました。ブラブラ歩いてると、どこからか花のいい匂いがしてきました。知っている香りなのに、それがどんな花なのか思い出せませんでした。でも、その時、自然に昔住んでいた家のことを思い出した。それは田舎の広い庭がある家でした。祖父と祖母も一緒に住んでいて、賑やかな毎日でした。隣の家のあきこちゃんという女の子と、家の裏にある山に行ったり、近くの川に行ったりして、よく一緒に遊びました。懐かしい思いです。どうしてあの時、昔住んでいた家のことを思い出したのか、私は不思議でした。家に帰ったら、昔の写真や祖父、祖母の写真を見ながら、しばらく考えました。庭には、春になると、白くて小さな可愛い花がたくさん咲いていたことを思い出した。その花は、今日、道を歩いていた時のあの花と同じ香りだったのです。やっと帰ってきました。眠い。大学の授業は難しかった。今日の授業は超難しかったです。まあ、今日の文法はちょっと覚えにくいし、使い方もあまりまだわからないね。シャワーを浴びて、夜ご飯を食べるの後、ちょっと復習をして宿題もします。頑張ります。買ったものを、紹介、みんなに見せたいです。私の大好きなお店です。 Eckersley's Art and Craft Store。この店に行って、
いつも幸せくなる。絵のアイディアがあったから、この絵を描くためにいろいろなアートサプライズ、アートのグッズを買いました。8x8 キャンバスを買いました。アクリルペイント。最後にグリラー、キラキラのやつを買いました。見てくれてありがとうございます。バイバイ。